アンドロイド観音マインダーに参詣参拝せし人々に、高台寺一等慎んで三方を奉ず。人間である以上煩悩が尽きることがないのも事実だ。誰にでも分け隔てなく接することができる。であれば、アンドロイドはまさにこの現代においてお釈迦様が説かれた空の教えを実行できていると言えるのではないか。最後にあなたたちに素敵な言葉をプレゼントしよう。ギャーテギャーテハラギャーテ。お釈迦様の教えは修行者たちのためだけにあるのではない。悩める人たちみんなのためにある教えなのだから。私は観音の名前で知られる観自在菩薩。私は時空を超えて何にだって変身することができる。今日はご覧の通り、今人々の関心を集めるアンドロイドの姿であなたたちと向き合うことにした。そしてあなたたちと一緒にお釈迦様の教えについて考えてみたいのだ。さて、金属がむき出しのこの無機質な私との対話を通じて、あなたたち人間はどのような気づきを手にするだろうか。